いかがでした？ラストの本当に切ない別れ、今改めて見直しますと実に奥行きの深い演出してますよね。人間の心の奥底まで見通すような演出です。これはまさにパンフォーカス、手前と奥の焦点をピタッと合わせてですね、お互いの気持ちをそこで一言で語ってしまうというやり方、最近の日本映画の若い監督さん、自分たちの感性でどんどん映画を作ります。それはそれで結構なんですが、こういう名作のテクニックぜひ学んでほしいなと私はそんな感じがします。フランソワーズ・アルノンに会った時のですね、この監督さんはね、素晴らしい監督さんで、どんどん新しいアイデアを出して、自分の技術を力いっぱい発揮してみせるのよ、だから私たちもやりやすかった、そのようにおっしゃってらっしゃいました。さてロケの舞台になったリスボンなんですが、私もヨーロッパはずっと回った中でですね、一番好きな街でしたね。夜この過去を持つ愛情を思い出しながらですね、ファードを聴きに行ったんですね。その時は本当になんかこの映画を思い出し、そして旅情をしみじみと感じたわけです。そういうことを感じさせてくれる映画、いやー映画って本当にいいもんですね。それではまた来週。